から、三週連続で来るから、じゃあ、そいつだけは、じゃあちょっと、ね、来週こっちに入れてあげようかっていうね。そいや、弟子を取るわけじゃないよ。一旦ちょっとね、面接ね。そう。うん、ちょっと話をしたいなっていうことだからそれと、荻のね、やつね。だから、そ二人だけよ、来ていいのは。う。そあと他の人来てもダメよ。う。うん。絶対入れませんよ、それ別は。に、弟子入りを募集してるわけじゃないんだから。そね。う。そう。あとこんなのも来てんだから。何？川崎市イエローサブマリン。ヒゲちゃんの弟子は募集してますかってこれを募集してんじゃないの？ヒゲちゃん弟子欲しいでしょ？弟子いらない？なんでだいらないの？ろう。なんか常々なんかラジオマンを育てたいみたいなこと言っちゃなんうか言ってんじゃん、ラジオ愛があって。育てたいでしねょ？え。来てもらう？ヒゲちゃんの、ヒゲちゃんの弟子にさせてくださいっつって。確かに弟子はそっか。無理か。会社に、会社がね。会社会社だもんね。トールさんは何？ヒゲちゃんと同じ会社なんでしょ？それはよくわかんない。で、ヒゲちゃんの弟子みたいなもんなの？関係ないだろ。別に。入ってきたらただ行った先輩だろ。そういうことでしょ？それがよくわかんないんだね、ラジオの。それが同じ会社なんだ。同じ会社なの。へだ会社に入るしかないんだよね。だそっから、ラか。ジオに、こうやってラジオマンになりたい人は、ヒゲちゃんの会社に入ればいいんだね。募集してる？募集してる？随時？随時？今回、不定期？新卒は入ったの？今回の。今年入ってない。新卒じゃなくても普通に入れるんだね。違う時期でも。おー、バイトから行けんだ。ああ。入れんだ。じゃあね、ラジオのスタッフになりたいなんて人はさ、ああ、そこらも、ああ、やってほしいよね。そうね。まあ、TBS ラジオに連絡すればいいんでしょ。一回ダメなのね。ヒゲちゃんの会社に電話しなきゃダメなの。なんていう会社？ TBS プロネックスっプていうロ会ネッ社にクス検する。索してみるか検索しな。なるて、ほど。さあ、TBS プロネックススペースヒゲちゃんって入れると、出てくる。出てくるから。スペースヒゲちゃんね。すぐヒゲちゃんって。確かに、ヒゲちゃんなんか可愛い子がいいっすだよね、確かね。前なんかいたよね、ラジオやりたいっていう、こう、なんだ？忘れちゃったけど。なんだったっけ、あれ。なんか、なんか言ってたじゃん。あ、ナンバ、ナンバ。NMB の子、ナンバが卒業したんだっけ、その子が。卒業発表してラジオマンになるって言ったんだよね。そうだ。それを欲しいって言ったんだよね、その子。それをセックスしたいって。 そんなこと言ってないよね。セックスしたいって、あ、セックスしながら急出ししたいんだよね。セックスしながら、行く、あー、行く、行きゅーって急出したいんだよ。行きゅー、行きゅー、行きゅーって急出ししたい。いいじゃない。え、言ってない？言ってないじゃん。言ってたよ。言ってたよ。セックスしたいんじゃないの。なんで言ってないって言ってくださいって、どういうこ言ってないってことにね。言ってないってことにする？言ってたのに。あ、言ってないってことにしよう。でも、募集ね、その子も、まあ、チャンスあるね、だからね。来てもらっていいよね。ラジオマンになりたいって言うんだから。そうだよ。そうだよ。ね。うん。ラジオネームワシントン。ヒゲちゃんは弟子は募集してないとのことですが、愛人は募集してますかって来 しててるるよ。よ。それは随時募集だよね。ヒゲちゃんの奥さんってさ、このラジオ聞いたりしてんの？全く聞いてない。じゃあ大丈夫なんだ。愛人はマジで募集してるからね。マジよ、これは。募集ずーっとしてるけど全然来ないね。ね、面接もできてないでしょ。来ないから。そうか。かわいそうに、もう何年もだよ。ね。かわいそね、全然ダメだね。う。なんか難しいんだね、愛人っていうのは。愛人ってほんと難しいよ。難しいんだよ。ヒゲちゃんじゃ無理だよ。無理だね。そうね。さてと、はい。あれ何の話したんだっけな。荻の話趣味の話とかしたね。何？何の話？別荘。別荘ああ、でもね、直太郎そうだ。直太郎もカレー、そこが一番うまいしだ。でも。マジで？うん。うまい。ほんとうまいと思う。俺わかんねえんだけど、カレーの美味しさって。でも、直太郎くんは、カレー激戦区で有名なね、そうそうそう、神保町のカレーを食べ尽くした男じゃない。俺も、他のお店、カレー専門店みたいなの行ったのは、直太郎としか行ったことないの、俺。それが3店舗ぐらいなの。で、他にね。3店舗しか行ってないやつが、今までで一番って言ってもそんな説得力ないけど、直太郎くんの場合は、すげえ食ってるからね。でしょ？でも、そのすげえ食ってる直太郎の、
ベスト3みたいなの俺連れてもらってんだよ。あ、そっか。それ全部うまかったけども。まあ、雰囲気だろうな。そう、田舎にあるっていう。どんなカレー？欧風ですよ、言ったら。あ、じゃあやっぱボンディだ。まあまあまあ、でもちょっと違うけど。黒い。もっと黒いカレー。黒くて、お肉がすごい柔らかいっていう感じ。黒いってさ、俺のイメージだと金沢、うん。カレー。ああ、はいはいはい。ゴーゴーカレーとか、ああいうの黒いじゃない？うん。あっち？違う。ああいうんじゃない。欧風カレー。まあでも、欧風カレーも黒いよね。黒いのある。そうだろ、うん、黒いのある。カレーってよくわかんないんだけど、うん、金沢は欧風じゃないでしょ、あれ。あれ金沢でしょ。あれ金沢カレーだから。でしょ、うん、欧風なの、俺が言ってんの。欧風。じゃがいも出てくる？じゃがいも？ほら、ボンディとか。欧風だから。いやいや。欧風なのよ、ボンディも。ボンディって、うん、じゃがいも入ってた？入ってないよね。あれ、だから最初にじゃがいも出てくるの。オーベルジーヌと一緒。別でしょ？別で。だからカレーなんか入ってないよね。入ってない。あ、じゃあ多分そうだ。カレー入って、カレーなんか入ってないやつ。カレーは何も入ってない。そういうもの。でも溶けちゃってんの？いや、溶けてんのかな。わかんないな。食いたいよ、うん。で、肉は肉で、なんか、でっかいのがポンポンって。入ってて。なんか入って、自分で切りながら食べる的な感じ。切るんだ。でっかい肉だから、なんかもう。うん。すんごい柔らかい、もう煮込んだ。肉を切って。食べんの？そう、俺の場合はポークだったのかな。うん。だから、まあ、ほんと、すごい大きいのが2つ入ってて、それを、うん、ほんとステーキのように切って。自分でカレーの中で。混んでる？俺はギリギリに行ったから終わる。ああ。だからまあ、大丈夫だった。ああ。7時かな。ああ。7時ラストだから。早っ。そう、やっぱ田舎だから早いのよ。あ、真っ暗の7時だ。もう人も全然いないし。なかなかでもいい。へ、多分オーナーがクラシックカーをこよなく愛してるような感じ。ああ、いいね。感じ。だから駐車場になんか年代物の車がこう。止まってた。止まってた。オーナーかな、なんかの。うん。で、雰囲気もいいね、おしゃれな。まあ、そしたら、ムッシュも30年ぐらい前に行ったことあるとかしたけど、うん。30年前に行ったことある？ 30 年だろうなぐらいのことしたんだ。結構だからもう、有名なんだろうね。そこのカレーに。行ってみてください、今度。行ってくる。うん。うん。だってカレー食べに金沢行ってんだもんね。そう。カレーだけのためにね。そう。だから行けるでしょ、小淵沢。2時間で行けるよ、車で。ああ、行く。もう。それでほったらかし温泉も行く。そうそうそう、ほったらかせばいいんだからさ。だよね。そうそうそう。全然いいよ。そういうもう。カレー行ってほったらかしたほうがいい。帰り。ほったらかしてからカレーないの？どっちほったらかしたらめんどくさいんじゃない？もう。あー。風呂入った後は。そっか。だるいでしょう。いやー。うん。行ってきてよ。でも、このゴールデンウィーク中は混んでんのかなー。てか休みじゃないか？まあ休みじゃないのか。何そのゴールデンウィーク中にもし行こうと考えたとしたって、そのカレー屋は休みじゃないのか。ゴールデンウィーク中は絶対やるでしょう。いやー。リゾート地ね、一応。その、山だけど、そのなんつうの？あー。稼ぎ時でしょ？ゴールデンウィーク。でも、流行ってるカレー屋さんで、なんか趣味でやってるっぽくない？そんな、イメージ。まあ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 、そうね。でも昔からあるし。うん。いや、やってると思うよ。行ってやってなかったらショックだもん。平日だと思うよ、休みは。あの感じ。やってるよ。だってすごいんだから。馬だらけだよ、そこの街、本当に。で、今もう鹿もすげて、怖い怖い。夜とか走ってたら鹿だからね、鹿出るからね。へぇ、隣の人は鹿引いたからね。え？鹿引いた、隣の車、隣の人の人は。もうほんと鹿がバンバン出てくるの、夜。飛ばしてたら危ないね。だから飛ばしちゃ